皆さんこんにちは。こんにちは。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。皆様からの誰なんだという目線に変えております。はい。はい。改めて自己紹介を。はい。吉本からやってまいりました。エアレアの小森と申します。よろしくお願いします。拍手お願いします。ありがとうございます。はい。そして吉本興業ピン芸人、実家が馬主と育成牧場をしております、石川琴美と申します。どうもよろしくお願いいたします。はい、競馬が大好きな競馬好き芸人として一つずつ地方でも営業させてもらってるんですけども、今回ここ伊勢崎オートレース場では皆さんご存知の通りオフと伊勢崎が都会にありますので、せっかくなのでオートレースファンの皆さんにもですね、競馬の魅力を PR したいと思い伺いました。オートレース大好きな皆さんのね、そうなんですよ。ネットで話題の実況パフォーマンス、はい、この後やっていただくんですけども、そちらの方を見ていただきながら今回の山口シネマ杯を引き上げさせていただきたいなと思っております。お願いいたします。さあ、パフォーマンスしていただくのは、はい、もう皆さん見えますよね。もうね、はい、もう見えてます、ね、もう見えてます。オートレース場になぜかジョッキーが来ております。それではご紹介しましょう。石戸響騎手です。拍手お願いします。はい、よろしくお願いいたします。我々とは違って本物ですからね。はい、はい、不思議な空間ですね。オートレース場にジョッキーが、現役のジョッキーですか、ね、いらっしゃいますけども、はい、お邪魔返して、はい、今日は実況パフォーマンスさせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、私も何度も見させていただいたんですけども、本当にこのフェイスからは想像できないような素晴らしい実況が聞けそうですね。本当に声だけで言うとオスターの声ですからね。はい、見事なオスターの声をしておりますけれども、そのキャップと凄さを楽しんでいただければと思います。はい、今日は、はい、競馬風に どのような実況をしていただけるんでしょうか。今年の SG オートレースグランプリ優勝戦、はい、伊勢崎 VTR と、まあ、競馬風に、競馬風にアレンジして、まあアレンジしてですね、はい、なかなか聞けないんですよ今回。はい、石戸騎手はこの試みというかイベントは初めてということですよね。そうですね、その現場に来て実際こうやって喋るのは、はい、初めてです。あ、そうなんです。なので皆さん貴重な初々しい姿ですよね。本当にもうこちらのおばさんなんてもう堂々としてますからね。すいません、どうも、はい、オクリキャップのためでございます。オクリキャップのためでございます。はい、それでは、はい、もう某局の番組ですね、はい、あって〇〇スクープといえば皆さん分かると思うんですけども、言えないですけど、はい、分かりますかね。一度騎手ご出演され本当に話題となりました、はい、これからは画期的な企画を生で見るということで楽しみにしていただきたいと思います。はい、そして今回はオートレースと競馬のコラボということで、はい、熱狂実況パフォーマンスクイズにもなっております。はい、もうクイズ、はい、もう起こしたいとかでいらっしゃいますか。もう締め切られたんですけども、なんかやってましたね、クイズ。はい、はい、このクイズの内容はどういったことですか。ここから今からですね、行われる VTR パフォーマンスの中で、はい、何回青山周平選手の名前が呼ばれたかっていうのを予想するっていう、こういうクイズですね。はい、そちらを皆さんに、はい、していただきました。はい、何回言ってくれるんでしょうね。楽しみですね。はい、頑張ります。うわ、頑張ってくださいね、本当に。さあ、準備はよろしいでしょうか。バッチリです。バッチリですか。バッチリ。はい、ありがとうございます。それではこの方お願いいたします。大丈夫ですかね。石戸選手による VTR 実況パフォーマンススタートです。さあ、12レース優勝戦 SC オートレースグランプリ10秒前になりました。果たしてこの8人の選手より、どの選手が優勝をつかむのか。5秒前、3、2、1、今スタートしていきました。
さあ内の方向スタートを決めました地元伊勢崎大山周平コースターサポートからは8番の岩見隆。さあ誰がいましたか。まずは2番の青山周平1写真ぐらいのリード、内から1番の早川誠太郎が2番手、5番の佐藤隆也3番手コースタートを決めました。さあこの辺り何がいきましょうか。先頭は2番の青山周平です。地元伊勢崎の星2番手1番の早川誠太郎が残り7周になっています。その後ろ5番の佐藤隆也が相変わらず3番手、この辺り隊列変わりません。この辺り1番の早川誠太郎が2番手から先頭に迫っていきますが、2番の青山周平先頭、外からかましていったのは1番の青山周平。さあ残り2周になっている、先頭2番の青山周平だ、外から追っていったのは4番の鈴木圭一郎、内から1番の早川誠太郎、この3人の優勝争いになっている。2番地元青山周平、外から追っていった4番鈴木圭一郎、内1から早川誠太郎が3番手から2番手に迫っている。その後ろ離れて5番の佐藤隆也、さらには3番の高橋光、先頭は2番の青山周平だ。青山周平が一写真リードを取っていくが、そこから4番の鈴木圭一郎、1番の早川誠太郎がここで先頭に回るのか。前はさっきの大混戦になっている。さあまもなく残り1周だ、2番の青山周平先頭だ。一写真のリード、外から早川誠太郎、内から4番の鈴木圭一郎、5番の佐藤隆は4番手、抜けているのは2番の青山周平か、1番の早川誠太郎、4番鈴木圭一郎は3番手に遅れている。外から5番の佐藤隆、しかし先頭2番の青山周平、内から1番の早川誠太郎が青山周平確保に拍手。現役のジョッキーですよ。何を練習しとんねんっていうぐらいの、ね、完成度ですよ、本当に。すごいですね。あのちなみにね、あのこの映像を1回見ただけでできたらしいですからね。すごいですね。すごいです。まあ、あの副業です。副業はっきりと言いました。副業です。これで小銭を稼いでおります。素晴らしいです。のめり込みすぎて聞いてたもので、はい、一体何回言ったのか、あの私把握しておりません。もうね、5回ぐらいまでは数えてたんですけど、はい、それ以上聞けなくなって、そうですね、夢中になってしまいました。はい、このクイズにチャレンジしていただいた方は正解はですね、はい、ガイダンスコーナー付近で発表になりますということですね。はい、景品はさらに抽選となりますので、詳しくはガイダンス付近で10レース発売開始以降にお越しください、はい、ということですね。お願いいたします。はい、まずはこれから始まる9レースをお楽しみください、はい、ということです。さて、もう今も本当に披露していただいてすごかったんですけども、はい、なんと石堂騎手のこのパフォーマンスがまた見られるチャンスがね、あります。今日は1回あるかもしれないということで。いや、あります、はい、我々だけでは集まってくれないです。そうなんです、はい、ありますよね。なんと、はい、この後ですね、はい、14時50分から、はい、オフト伊勢崎5階の会場、はい、ついに、はい、競馬の方をちょこっとね、そうなんですよ、やらせていただくというか、天皇賞なんですよね、今日は。そうなんです、G1 なんですよ。はい、はい、天皇賞による、我々によるですね、爆笑予想会。爆笑かどうかわからないですけど、はい、はい、真剣に予想をさせていただいております。台本には爆笑予想会、そうですね、すごいハードルが高いですけども、はい、なんとそこに、はい、石堂騎手も登場していただき、まあ、はい、するということですよね。はい、お願いします。はい、ぜひね、オフト伊勢崎5階にも遊びに来てください、はい、よろしくお願いいたします。プレゼントもね。そうなんですよ、なんと石堂騎手のプレゼントもあるとか、ぜひこの機会、いや、ありますよね、あると思います。もうオートレースも熱いですけども、競馬も熱いので、ぜひともね、そちらもやっていただきたいと思います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、どうでしょう、競馬の予想、天皇賞の予想とかもうすでにやってるんですか。いや、まあ、自分は未成年なので予想はしてないですけど、架空実況で、まあ、盛り上げたいと思います。架空実況、もしかしたらそれが現実に起こるかもしれない。可能性ですよね。起こります。そのまだ未成年なんですね。そうなんです。なんとあの実況をしたので19歳なんですよ。その田競馬場の現役ジョッキーでございます。そうですね、まだ1年目になります。はい、今年の4月にデビューしました。こんな喋れるジョッキーがいたんですね。いや、いないでしょうね、他にいないかもしれないですよね。もうなんか活躍されてるみたいで、期待の新人ということでですね、はい、ぜひとも、ね、皆さん石堂騎手を応援してあげていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、そうですね、あの予想とかはやっぱり現役のジョッキーは分かるもんですか。自分の乗ってるレースの展開とかやっぱり予想とかしますけど、やっぱりゴールしてみないと分からないやっぱり分からない、ま
全くわからないです。なんかこう馬にまたがってみた感じ、今日は調子いいぞとか、そうですね、まあ、気合入ってるなとか、そういうのは感じますけど、実際走ってみて全然あの気合い乗ってなかったのに走ったりとか、あ逆に、はい、逆にそれの反対もありますし、さっきの実況とはインタビューまた違う顔になってるということで、また違う、ね、まずなぜこの実況を始めたんだって聞いてもいいですか。そうですね、はい、まあ昔から競馬を見てたんですけども、はい、やっぱり耳に入ってくる情報がやっぱり今は競馬実況なので、それを見てて見よう見まねになんか家で親がいないところで一人でやったりしてたら自然と身についてしまいました。親がいないところで鍛え上げてたんですか。そうです、親がいないところで恥ずかしいんで恥ずかしい鍛え上げてました。で今回オートレースでやるのはもちろん初めてということですよね。初めてですね。どうですなんかやってみて、やっぱ競馬とは展開が全く違ってとか、いややりやすいやりにくいとか、まあ競馬とは違う魅力がありますよね。なんか音がねやっぱりいいですよね。いいですね。ちょっと毎回言っていただきたいなと思ってて毎回ね、はい、はい、素晴らしいです。はい、僕らもねちょっとオートレースもやってみたいなと思います。そうですね、ちょっと今日初めてルールもね教えていただいたんで、そうですね、熱いオートレースもぜひ、ね、皆さんに追いつかないと思いますけども頑張ってやらせていただきたいと思います、はい、皆さんに教えてほしいぐらいですよね。ぜひね、はい、感想コーナーでもお願いいたします。はい、さあどうでしょうか、はい、オッズの方に切り替わるという台本が書いてあるんですけれども、まだお話ししていいですか。一向に切り替わらないんで、まだまだ大丈夫なんですか。はい、ということ僕たちのお話なんて聞いてもねどうしようもないんでね。今なんか一生懸命書いてます。あ、巻いてください。まさかの巻いてくださいでした。そうですね、はい、じゃあ石堂君に PR ですね、はい、そのだけ馬場の PR というのを、ね、していただきましょうか。お願いいたします。はい、その時競馬場ではないんですけども、まず来週11月4日に JBC 競争というのが行われまして、1日に G1 3つ行われます。それがまあここでも僕と一斉先でも発売されるということで、皆さん、よろしくお願いします。で、まあ、自分はその時競馬場に所属していまして、ヤングジョッキーズシリーズにも参加させていただいてます。で、まあ、このヤングジョッキーズシリーズは、来月の7日にここでもその時競馬場のレースが発売されるということなので、ぜひ応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、イベントステージは以上となります。この後14時50分からオフと伊勢崎5階でイベントもありますので、ぜひ皆さんお待ちしております。はい、待ってます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いや楽しかった。いや伊勢崎楽しいな。マイク入ってますよ。気持ちが入ってますよ。俺の声が出ちゃった。はい、ありがとうございました。